皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。いや、ということで今日は先日マクドナルドのロコモコバーガーを食べたんですけど、あれのバンズをライスバンズにしたら美味しいんじゃないかなと思ったんで、今日はオリジナルマクドナルド風ロコモコライスバーガーを作ってみたいと思います。それでは早速作っていきましょう。カットした牛乳パックにアルミホイルを巻いてセルクルを作っておきます。はい、では次にクレイビーソースの調味料を合わせておきます。玉ねぎ、玉ねぎはフードプロセッサーかすりおろし器ですりおろしておきます。すりおろした玉ねぎに水 30cc、 醤油大さじ1、ソース大さじ1、ケチャップ大さじ2、赤ワイン大さじ3、砂糖大さじ1を加え混ぜ合わせておきます。次にパテの材料を混ぜ合わせていきます。牛豚合いびき肉、マクドナルドは本来牛 100% らしいんですけど、カツドナルドは買いやすい牛豚合いびきを使いたいと思います。ひき肉に溶き卵半分と塩を加えよく混ぜ合わせます。しっかりと練り込んだら空気を抜きながら形成して、肉汁が漏れないように表面に薄力粉をまぶしておきます。お皿めっちゃ小さ、アンド剥がれない。はい、では最後にライスバンズを作っていきます。温かい状態のご飯に片栗粉を少々振り、しっかりと混ぜ合わせます。作ったセルクルの内側にしっかりと油を塗り、混ぜ合わせたご飯を中に敷き詰めていきます。アレンさん何求めとんの？パン？パンを求める。あれ、この尻尾の可愛いこと、チュルン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 、もらえる気配ゼロ。はい、では材料の準備が整ったので、まずパテを焼いていきます。裏返しダメだ、ね、蓋とフライパンスイッチイエイエイ。火が通るまで軽く蒸し焼きにしていきます。肉汁大洪水や、もったいないもったいない、おい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 。じゃあパテはこんな感じで焼いておきます。はい、ではこのハンバーグから出た肉汁に先ほど混ぜ合わせておいたソースを加えます。でバターを 10g 入れて、ワインのアルコールが飛ぶまでこのまま煮詰めていきます。はい、では今こんな感じでアルコールがだいぶ飛んでとろっとしてきたので、親父やいかに、クレイビーシ、ただのマックのソースはちょっとスパイスが効いてたので、ブラックペッパーを軽く入れときましょう。どうかな、青青青、カツドーナルド。ソースはこんな感じで完成です。では最後にバンズを焼いて卵の部分を作っていきましょう。フライパンに油をしっかりと塗って、セルクルの内側にも油をしっかりと塗ります。はい、ではこのセルクルの中に卵を落とします。はみ出し刑事だな、はみ出し刑事、純情派。このさっきのちょっと残った卵も入れます。漏れたのはね、ちぎって内側に入れよう。せやせや。余ってるところでライスバンズを焼いていきます。卵だけこんな感じで蓋をしてあげてください。卵いい感じ、いい感じ。せや、このご飯も卵は良さそうなんで避けときましょう。お醤油なんかをこう塗りつつ、あーいい感じです。はい、ではこんな感じでバンズを焼き終えたので、マックのバンズは表面に粉チーズ乗ってたと思うんですけど、今回このご飯なんでね、細切りチーズをトッピングしておこうと思います。片面だけ、おいチーズ。はい、ではこれはこの状態で余熱で溶かしておきます。では全て調理し終えたので盛り付けていきましょう。まずこのライスバンズを1枚のせて、マヨッピー熱いな。レタスをたっぷりと乗せていきます。レタスを入れたら、ドゥドゥン、特大ハンバーグパティとこの卵を入れます。ドクス、パティの存在感、なんか若干これも商品名があれだもん、ロコモコバーガーじゃないよね、ハンバーグだよね。はい、ではパティを乗せたら作ったクレイビーソースをかけていきます。しずる感。では最後にチーズがとろけたとろけバンズを乗せていきます。よいしょ、
はい、ではこんな感じでマクドナルド風オリジナルロコモコライスバーガーの完成です。はい、じゃあ今こんな感じでできました。ふぅー、すいません、ちょっと崩れた状態で申し訳ないです。じゃあ今日はね、まずは乾杯。パーもうこれカツドナルドの特権ですからね、ビールは。で早速食べよう。ちょっとね、今回クッキングシートがなくて、ちょっとこうアルミホイルに乗せて食べるか。ではこの分厚いお肉と半熟の黄身をいただきたいと思います。いただきます。おー、うん、肉汁。今回マックが肉厚みたいなことを歌ってるので、かなり肉厚にしたんですけど、この分厚いお肉とクリーミーソースとやっぱご飯が合いますね。なんかロコモコ丼とかあるだけあって、このライスバンズにこの具材がよく合ってます。おい、グレイビー、具だよね、具。おい、グレイビーソースしましょう。おい、グレイビーソース。おい、グレイビーソース。なんかこのグレイビーソースが玉ねぎの甘みを出しつつ、ちょっとブラックペッパーでピリッとさせてみたんですけど、これだけでも全然ね、お肉料理にかけても美味しいグレイビーソースです。あー、うまい。あと今回ライスバンズに溶ける細切りチーズをかけてみました。またこれがね、濃厚な味になってて美味しいと思います。はい、ということで今日はマクドナルドさんのロコモコバーガーをライスバンズにしてロコモコライスバーガーにしてみた動画でした。やっぱね、ロコモコ丼とかあるだけあって、こうお米にして作ってもすごい美味しかったです。グレイビーソースとかもこれ単体で作ってもすごく美味しいので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイロコモコ。これはモスバーガーさんやるべきよね。